さ、逆切れしようぜ。なるほど。あ、ドイツ、ドイツ、ドイツ、おい、ドイツ、おい、イタリア領、おい、ドイツ。最近どの辺の告げ口？いや、あいやどうすっかな、どうすっかな。あと何分？30秒。どっちも悪かね、はっきりして。どっちだ。それでは再び内政時間が始まることになります。5分間です、どうぞ。あーおい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 、威嚇ゴリラみたいな感じだったよ。声で縄張りに縄張りに入ってきた。ちくりやがったな。チロル信仰を教えたのって誰だ？王藩と、王藩な気がする。王藩フランスはあり得る。フランスだな、うん、俺多分フランスだと思うわ。うん、舐め腐ってんな。内緒にしとけっつったからね。舐め腐ってんな、舐め腐ってんな。なるほどね。これさ、うん、もうさ、逆切れしようぜ。なるほど。ああ、こっち来てる場合じゃねえんだよって切れようぜ。いや、ドイツ、ドイツとまず最初に話すか。でもはもうきっぱりミュンヘンギャンビットの話しよう。うん。てかさすがにもう秋段階のこの地図見たら陸軍どれだけ大事か分かってくれるはず。こんなところに兵咲いてる場合じゃねえんだよ、うん、そう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 。本向こうは本土ガラ空きにしてノーノーと遊べんのにさ、ドイツがこのまま縮こまったままでどうすんのって話はしないといけないから、どっちにしろ、うん、あと俺逆切れしようぜ。気になったのがあって、うん、フランスからの不可侵の条件に西地中海入ってなかったんだよ。ああ入ってなかったな。ああ俺ありえるよね。うん、あああると思う、うん。でなんか一応ね、そうロシア側からの提案のされた時は、うん、西中海入ってたはずなんだよ。そうだよね。そう、それをうちの外交の時に急になくしてきたんだよ、松井さん。さっきちょっと気になるよね、そこ。つまあイギリス海峡に入れないっていうのはわかるんだけど、うん、この後中大西洋の海軍どこ動くかだけはちょっと、ね、どうすんのっていう感じあるよね。ポルトガルに何で入るのか、ね、本当だよな。陸軍だったらまだギリ許すけど。あとあれだね、トルコは結構バチバチだね。アルメニア行くのなかなかなくね、あそこから。あー確かに。うん、普通なんか移動支援とか加味してコンスタンティノープルって割とあるケースだったと思うんだけど、もうだってアルメニアに行く、アルメニア行かすってさ、もうだってさ、うん、移動上セバストポリぐらいしか取れねえじゃん。だってここそうだね、うん、陸が今回取れない以上移送もできないから、うん、そうだよね。これ2年目さ、セバストポリ取る気満々でしょ、トルコ。まあだろうな。うん、いや向こうも相当バチバチだぜこれ。多分これジャガノと失敗すんぜこれ。だってルーマニアガラキだもん、そんで。うん、ロシアはでもあれだな、いつも通りの動きだな。そうだね、ロシアこれ。そうだな、あとはギリシャが荒れてくれるといいな。そうね。ギリシャはほぼほぼ王藩が取るんだけどな。そうだ、ギリシャここクソみてえなスタンドオフを起きてほしいな、ここ。うわー、もうこれもうマジほんとな、ほんあーもう何も分かってない本当に。うん、まあ、とりあえずナポリの陸軍をチュニス入れよう。そうだな。ああ、でヨニアで輸送しよう。うん、でドイツにはもう切れよう、切れよう。でこのベニスの陸軍をどこにやるかっていうのを話し合い次第かな。そうだな、別にそうなんだよな。まあ、調整フェーズ絡んでも結局さ、俺ら行くのブルゴーニュだからさ、最初にそのミュンヘンから行くのってミュンヘン経由すると、あーただなー、秋に欲しかったんだよね、ミュンヘンね。あーでも一気ずらすことによって話できるか、ある程度有利に。そうなんだよね、多分秋にミュンヘン取られるっていうのがそこ一応ミュンヘンギャビットの嫌なところなんだから。あ、うん、春にミュンヘン通過して、うん、
アーチブルゴーニュっていうんだったら相手もある程度納得かもしれんしね。納得はするかな。もともとイタリア領土狭くて軍も少ねえからな。うん、すぐ失う軍があってもしょうがねえしな。うん、別に陸軍潰れたらさ、本土側で海軍作れば有利だからさ。まあ確かに。それ含めてちょっと考えたいかもしれん。うん、やってくれたな構造とも。フランス7割、ヨーハン3割ってとこかな、マラシタの。そうだな、フランスくせえな、警戒してるもんな俺らのこと。それを餌にしてちょっと仲良くしようとしてる感あった、うん、あったあった。戻るか。じゃあ今のうちに視聴者向けに1901年春の行軍を解説しよう。やだ、これやっぱマルセイユに海軍作るって言われてる。言われてる。絶対許さない。でまずロシアはね、これいつも通りの動きだね。で海軍がセバストポリの海軍が黒海でスタンドオフして、トルコと、黒海スタンドオフで黒海を明け立ちにすると。でサンクトペテルブルグが、ボスニア海に行った。これも普通の動きです。次にスウェーデンに入るでしょう。でイギリス、これも解説しやすいですね。ロンドンにいた海軍が北海に行って、ノルウェー、エディンバラの海軍が、ノルウェーに行って、リバプールの陸軍がヨークシャに行った。なんでヨークシャに行ったかっていうと、これは輸送のために北海とノルウェーに置いてある、ノルウェー海に置いてある海軍で輸送をして、これだな、北海の海軍を利用してノルウェーにも行けるし、ベルギーにもオランダにも行けるような形をとってる。トルコはアルメニアに、陸軍を、スミルナからアルメニアに陸軍を置きました。これは、対ロシアへの構えですね。でアンカラの海軍は黒海でスタンドオフしてます。これもロシアと、仲良くはしてても黒海でスタンドオフはするんだけど、だいぶアルメニアに陸軍を置いたことによって殺意が大きそうですね。でブルガリアへの進軍は普通です。オーハンはでウィーンのやつはガリシアでスタンドオフしたんで、ガリシアについてもそんなにロシアとは仲良くなさそうかな。トリエステの海軍を、アルバニアに行って、ブダペストの陸軍をセルビアに行って、これからこの2つの軍でギリシャに侵攻すると。それで確実にギリシャ取れますよっていう形ですね。イタリアは、ただいま。おかえり。あれ、ない、金鳴ってるけど。どういうこと？金？大部屋戻るってことか。戻るか。おう。とりあえずなんかドイツの説得材料としては、どっちかっつうと、なんでそのチロをそのフランス側が助言したかっていうところなんだけど、それについては割と説得力のある文句が結構あって、フランスがなんでわざわざそんなこと助言してやったかって、陸軍をフランス側にまず持ってかれたくないからってところじゃん、どうせ。でイタリアの進軍も止めたいみたいな、うちは不可侵結んでるから、その助言するだけで、結果的にこの三国の中で自分が一番有利になるようにこの話のアドバイスをしたんで、汚ねえ国だっていう話しようぜ。なんて汚ねえ国だ、滅ぼそうっていう話しようぜ。初期段階で話す必要があるな、それは。そう始まってすぐじゃない。だからあそこでその後にフランスが入ってきて、いや言った通りでしょうって言うと、なんか話がめちゃくちゃややこしくなるんで。そう結局その後フランスが何言ってきても、それって結局今のアドバイスって、結果的にそれあなたを弱らすためだからねって話して、でもう一回地図見よう、まとなりだろって言うんですよ。まとなりだろっつって、あんたどうやって勝つんだっていう話で攻めてみるか。ロシアは結構調子いいよね、この感じだと。普通だね。これほんと頑張ったらガリシア取れちゃうよね。
取れるけど絶対取れちゃうねこれ。ルーマニアでさ、これさ多分、うん、なんだワルシャワの陸軍さガリシャに持ってっても全然良さそうなんだよな。ああ、うん、なんでかっていうとドイツがあんま伸びなさそうだから。そうだね。あ、集まれってか。ロシア、あ、オッケーオッケー。1901年秋の外交フェーズでしたっけ今から。はい。はい。はい。そうですね。はい。こっから15分間になります。はい。はい。それでは、スタートします。どうぞ。あ、ドイツドイツドイツはい、ドイツはい、イタリア領、来い、ドイツトルコさん、トルコさん、トルコさん。イギリス。いや。いや。いや。あれ、私様呼んだ方がいいよね。あ、できれば。あ、そうだな、たぶん。いや、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。え、これちなみにさ、こうさ、もうこれ、もう明け広げに話そうぜ、もうこれ。ああ、ちなみにどの辺の告げ口、フランス？スタンドオフにさせたことってこと？そうそうそう。あ、まあ、そう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 。言っていいの？言っていいよ。いや、王藩が、あ、王藩か。イタリアがチロルに入ってくるから、まあ、頼めば、うんいや、うん、こっちに、はい、なんていうの？いいこと、いいことしてくれるって言うから。そう。って言われたから、やったら、うん、そう。半ば、脅迫だったな、あれは。そう、うん。で、できれば、王藩がそうやって告げ口したこと言わないでほしいって言ってた。ああ、全然いいですよ。あのね、最初に、春に、ドイツと一回も話さなかったの、戦略っていうか、戦術っていうか、うん、まあちょっとね、一回。料理はあったんだけど。はい。うん、まあ、話さないで次から話そうとしてたんでね、はい、やりたいことがあって、はい、うん、そう、まあ、簡単に言うと俺らが勝手にチロル攻め込むことによって、うん、表向き大部屋でむしろ切れながらちょっと外交を持ちかけるっていうシーンを全員に見せたかったって感じだったんだけど本当は、あ、うん、はい、まあまあ成立しなかったから、まあそれはいい、うん、いいで、まあ、まあ、最初に、まあ、いくつかそちら側が言ってくれた部分から答えていくとすると、はい、少なくともまず、王藩は、はい、ドイツにいいことできるほど国力がない。うん。うん。うん。ドイツにいいことしてやろうとすると、まず、ボヘミアとかシレジアとかガリシアとか行かないといけないけど、その国力が地図上見てわかる通り、ない。ない。ない。うん、確かに。なんならもう、ガリシア行かれるの確定レベルだし、もう、うんうん、まあでも言ってしまえば王藩からドイツ攻めることもないよ、うん、うん、これフランスからも言われてないかな、そんでチロル行くみたいですよ、いや特になかったですね、言われてた、うん、そう、あの王藩とフランスにだけは流したんだよ、うん、王藩に裏切られたから。ああ、そういうことか。めっちゃ今更ですけど、私さん、はじめまして。あ、はい、はじめまして。間違ってました。はじめましてじゃないと思うけど、はじめましてだ。そうですね、うん。ちょっと難しいですけど。はい、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まあ、ちょっと、これかなり突っ込んだ作戦なんで、はい。まあ、警戒されて叱るべきっていうレベルの戦略の話、ちょっと。したいんですけど、うん、まあ、なんでまずなんでチロルなんか行きたかったかって話なんですけど、はい、ミュンヘンギャンビットっていうのがやりたかったんですよ。ミュンヘンギャンビットどういう戦略かっていうと、うん、今ベニスに陸軍いますよね、はい、自分のイタリアの軍が、うん、こいつがミュンヘンを通過してブルゴーニュに行くんですよ。へえ。海は行かないんだ。海はめんどくさいから行かない。へここって外交上ガチガチ、外交上というかもう本当もう立地の問題なんですけど、ガチガチに硬いんですよこの辺って。うん、ドロジアになる可能性がすごく高くて、はい、で、まあ、確かに通常上等手段は海から攻める、確かに、うん、ある。でも、もう向こうもそうなるの嫌だから、うん、いやピエモントとイオン湾で不可思議結んでくださいって話がフランスからあったんですよ。うん、じゃあ陸から行くかと。ミュンヘンに入るためにチロル。うん、取ろうとしたんだね、うん、そんな感じで、結局そのミュンヘンもくださいじゃないんですよ結局、うん、通してくれるんですよ、インターンかしてほしい、そうやって言って返してくれた人いなかったよ、うん、いやでもイタリアの領土見てもらうと分かるんだけど、イタリアからそのミュンヘン行ったとしても、はい、これ続かないんだろ、そう、どうせだってミュンヘンにさ、イタリアから出場した陸軍一つ追い出すのめちゃめちゃ簡単なんだって、うん、確かにそうですね、ほうほうほう、
てか、追い出してくれればさ、撤退でルールとかいけるし、ブルゴーニュもいけるし。そう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 。そこら辺、フランスにとってもドイツにとっても、できれば入りたくないっていうか、なんか入らせたくないみたいな土地になってる。で、まあその、今までで、その、通してくれとか貸してくれで返してくれなかったやつ、返してくれなかったっていうのはもう今までのプレイヤーが悪い。うん、そうなのか。はっきり言って。そうなのか。じゃあちゃんと返してくれるの？なんか返す、けど返すっていうかね、あのね、あの、うん、なんだろう、俺らが保持しようがない。はっきり言って。うん取っといてられないですね。そう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 。っていうのはチロルに入れたらするつもりだったって話？そうそうそう。今でも間に合う。うん、本当は秋の段階でミュンヘン入ってから春の段階でブルゴーに強襲するっていうのがいい感じだったんだけど、まあ別に一旦遅れても結局秋にミュンヘン渡すの嫌じゃないですか、そっちって。うん、はっきり言って。減りますからね。だから、2年目の春にミュンヘン。で、2年目の秋にブルゴーニュっていう感じ。うん、通路の通り方としては、うん、そんなにフランスに行きたいの？うん、うん、じゃないとイタリアってこの短時間で勝てないです。へえ、どうする、貸してあげた方がいいの？え、分かんないよそれはそりゃ分かんないよ言われても。いや、あのドイツにとっても一応メリットがあって、あの、うん、そのフランス方向に避ける陸軍が一つ増えると考えてもらっていいと思う。うん、うん、ああそっか、代わりにイタリアンが、うん、そう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 、一軍で、まあはっきり言ってドイツって陸軍国家じゃないですか。はい、うん、先たいウェイトって陸軍9に対して海軍1ぐらいなんですよ、うんうん、はい、うん、ってなった時に、あの方針がはっきりするってもありますわな。あの、うん、イギリスと組みやすくなりますよね、うん、あの今三国どうなってるかわかんないですけど、はい、うん、って感じっす。で、結局その陸軍国家がどう攻めたいかっつったらフランスじゃないって感じで、うん、そこの協調路線が取れて立場がある程度はっきりできてっていうのが、この1回だけ危ない橋渡ってくださいって話です。二度とは言わない、1回だけ、うん、1回だけ危ない橋渡ってくれれば、はい、ゲームが分かりやすくなる、うん、かつお互いに勝ちの目が出てくるって話です。あの、どうする？時間かかりそうだったら、悩むのに時間かかりそうだったら、後の内政ターンでもいいから。はい、あ、そうだね。わかりました。そうしますね。うん。はい、まあ、多分フランスからもいろんな提案あると思いますけど、はい。まあ、まずその時は地図見てくれれば。うん。はい、あ、で、もしどう見たって隣国なんで。フランスとか他の国から何イタリアと話してたって言ったら、チロルについて話した。ちょっと、フランスから呼ばれてるんで、俺だけ先に行きます。あの、一見大喧嘩してください、俺ら。そんだけ。うん。じゃあ一見大喧嘩したって言えばいいの、みんなに、うん、あ、まあそんな感じです、うん、もうお前らとは交流しねえぐらいに言われるよそのレベルでいいです、うん、分かった、もう森森の森でいくわ、うん、もう敵対路線で、あの表向きそれでいきましょう。そうじゃないと成功しないんで、はい、よろしく。さあ、イカちゃんしゃべろう。いいよ。3番ね。はい、やば、話すことね。そうだな、ボーハンと話そうぜ、いたらいいね。あ、ポズだ、ポズ。いや瀕死のロシアだよ。いや、ロシアいい感じじゃん、ロシア超いい感じじゃん。瀕死だよ、超瀕死だよ。そう、あれアルメニアの陸軍どうしたの、ね、あれどうしたの、なんかよくわかんない。あれ超喧嘩売られてんじゃん、超喧嘩売ってきてるね。あれどうすんの、セバストポリ。あれちょっとイタリアさんが下から攻めてくれないとどうしようもないんですよ。分かって、行くよ。スミルナ、あれガリシアどうすんの、あれガリシア今 100% 取れるけどどうすんの。え、ガリシア、ガリシア100% 取れに行ったら、ガリシア取りに行ったらうちのセバストポリがピンチなんです。かわいそう。え、セバストまだ大丈夫じゃない、だって。え、なんでだって、アンカラから支援出せないよ今。違う、セバストポリを回帰にすると国会取られるでしょ。あ、そうセバストポリで国会取りに行くとセバストポリアップでしょ。どうせスタンドオフなんで、そこ。ん、ああ、うん、どうせ国会はスタンドオフになるんじゃね。国会開け、あえて開けるという手。うん、国会アンからスタンドオフになって、で、どうせアルメニアも結局戻ってきた国に跳ね返されて終わりじゃね。って思ってたんだけど。それを呼んでの国会をあえて取らせての。うん、竹雄さん、タラチオさん、ちょっとフランスに来てもらっていいですか、すいません。はい。私はどうしたらですか。あ、一緒に来てほしい。はーい。へい。はい。はい。
一応ジターンのうちの動きをに関してなんですけど、ブルゴーニュをまあどうするかっていうところは置いといて、スペインの陸軍をポルトガルに入れて中大西洋の海軍はそのまま浮かべとくので、あのイタリアに敵意は向けませんよということを信じていただけたらなと。ああ、そのお伝えだったのね。そうです、はい、はい、我々としてはまだ全然イタリアと何かをやり合おうという気はさらさらなく、イギリスともあんまり俺もない。ちょっと聞きたいんですけど、うん、ドイツでスタンドオフしてますけど、うん、あのチロルで絶好だよ絶好だよドイツとは。まあ言っちゃうと無許可で入ろうとしたんだけどね。うん、まあ、まあ見てくれと分かるけど一切外交してねえから俺。あのインターン目にドイツと、うん、一言も会話交わさない、1秒も話してないから、うん、でチロル行こうって思ってたらオーハンにチクられた絶好だよなマジでな。外交上オーハンとはちょっとな、仲良くしとくためには言っといた方がいいかなっつったらね、勝手にチクりやがったの。ああ、じゃあこれからトルコと組んだりするの？え、しないよ、トルコは殺せよ。トルコは殺せじゃん。ダメだよ。どこ攻めんだよ。いやだ、トル、とりあえずトルコは殺すよ。でも、オーハンはもう知らん。多分、ただ、ワルシャワの軍が、多分ガリシア取れんじゃねえのって感じなんで、今。ワルシャワの軍がガリシア取れんじゃねえのって話なの、なんとなく。うん。そうなったらどうせ潰れんだろ、オーハン。まあまあ、でもまあそうなりそうですね。その時にあのギリシャとトリエステかすめてるだけ。なるほど、うん、ちなみにうちは言っときますけど、あの一応あのイタリアと敵意がないという証拠のためにマルセイユにやはり海軍は作りませんので、よろしくお願いします。ありがたみ、はい、あのイギリスとあんまりいい関係ではありません。ああやっぱそうなんだ、やっぱそうなんだ。そうなんです、あの中大西洋の海軍を置きっぱにさせてくれって言ったらブチギレられたんで。なんでいいじゃん別に中大西洋からいいじゃん、置きっぱにさせろやつって。だって向こうが西地中海が北アフリカ入れてよって言ってたから、おいおい待てやつって待てやつって中大西洋からあの北アフリカや西中海に入れてくれやって言われて、何もできるわけねえだろうが。あいつら血が狂ってんな。それはイタリアが許さない。そうイタリア。頭おかしい。頭おかしいじゃねえのあいつら。あ、ちょっと俺一回大部屋行くわ。オッケー。ごめん大部屋でなんか今話してた。話してた。あ、イタリア竹を。え、はい。ロシアと話したいと。はいはい。ロシア、じゃあ僕が。オーハン、フランス来てくれ、フランス。はい。どうも。はい。どうも。あのさ、ロシアのアルメニアに行ったけどさ、はい。結構ロシアとはあんまり関係良くない感じだ。いや、ロシアと前回の段階で、うん。この話しなかった、出なかったの、スミルナの話が。あじゃあ動かしておいた方がこっちに交渉有利かな。下だからそうということで動かして、うん、でさっきロシアとも話してたけど、うん、そんなに仲悪い感じじゃないんだけど、うん、オーハンがねトリッキーすぎてそうなの、これが無難な動きだよってこうご利用されてて、ちょっと、はあ、でもこっち攻める気ワンマンでしょみたいな、うん、あのさ次の動きってさ、まあ、とりあえず今1軍増えるじゃん、はい、そうです。それでさアンカラの海軍をさ国会入れるじゃん、多分スタンドオフで、まあ入れますね。そしたら増設ってコンスタンティノーブルに何か作るか、ね、コンスタンティノーブルが無難じゃないですか、うん、ブルガリアし、維持するためには多分コンスタンティノーブルだよね。そうですね。なるほど、了解。えどうすんのイタリア。イタリアはとりあえずチュニストル。チュニストル、そう、うーん、チュニストルか。チュニストってさっきチロリに行こうとしたんだけど、なんかね、まあ晴れなかったね。そうちょっとね、俺チロリに行くことをあらかじめ2国には言ってたんだよ、うんうん、フランスとオーハンに言ってたんだけど、オーハンがチクってそれ止められたっていう、うん、あーなるほどね。そういう話。一応ね、フランスには多分チュニス行くよっては言ってなかったから、うん、俺は言わないようにしてたから、まあでも多分チュニスは許してくれると思うよ。あ、許してくれるのかな、うん、まあなんかね、チュニスはイタリア領でしょさすがに。そうか、なんだったらいいんですか、うん、スペインポルトガル上げてんだから、ね、じゃあ一回大部屋戻ろうか。そうですね、呼ばれてましたし。じゃあなんかあれば、あれどうなったっけ、ない、結論出てないです、うん、あ、了解です了解です。
あ、オーハントルコ、イタリアと喋れてない。喋ります？もういい。時間ない。時間だ。あ、もう一個。じゃあ、内政時間3分間。もうスタンバイしてる人がいる。あれ。はい。内政時間だよ。入れ違いになって。おし。我々入れ違いになった。どうだった？そっち行ってトルコと話してたんだっけ？トルコと話したんだけど、うん、とりあえずアルメニアの話が出てなかったから入っちゃいましたって言ってた。で、増設どうするのって言って、今アンカラに海軍いるから、黒海でスタンドオフするんだったら、コンスタンティノーブルに陸軍作るのかなみたいな風に聞いたら、まあそれが無難ですかねっていう話してたから、攻められない海軍はなさそうかなっていう感じ。あ、オッケーオッケー。なんかね、テラゾーにさ、トリエステ入れないって言われたの。それはちょっと。やばいよね、さすがにトリエステは。ない。ではさっきの結局チロルのさ、ドイツの感触も微妙だよね。まあ、そうね。トリエステ取ってもさ、維持できねえんだよ。あ、でもどうだ。で、秋のターンでさ、ベニス側にさ、陸軍作って。うん。ナポリにもう一個海軍ってなったらいけるか、ひょっとして。超やばいけどね、それ。いけなくはないよ。で、オーハンについては、ジャガーノート対策でセルビアとアルバニアとウィーン。で、外側に向けさせてもらう、結局。トルコとロシアっていうのは悪くねえ、はっきり言って。このターン、オーハンと話してねえからな。なんとも言えないんだけど。それなんだよな。しくったこととこめられてねえんだよな、まだな。悩むね。悩むね。まあ、増設してからだとトリエステチャレンジができないからっていう話だよな。そうなんだよな。やるなら今っちゃ今って、うん。で、ワルシャワからじゃあガリシア取れよって話してたんだよ。したら、なんかルーマニアに避ける国力がねえとか言ってて、どうせそこすごく大きいんだろうかって話してたんだけど。あー、どうしよっかな。オーハン、いやー、どうすっかな。どうすっかな。ほら、悩みどころ。超悩むね。あと何分？30秒。いいよ、これもサイコロとかで決めて。俺どっちでもいい、ここがチロルが取り出して。どっちも悪かね、はっきりして。どっちだ。いや、チロルいける。チロルいける。オッケー、チロル、チロル。チロル行こう。チロル行こう。それで行く。あ、5部屋。おや、おや、はい、おらついてんな、みんな。秋だからって、いや、ゲーム進めまーす。はい。いや、これは。やばいな、これ。仲良くすればいい。何やこう、何やこう。いやー、ちょっと困ったな。怖みんな。何、うわ。うわ、うわ、うわ。殺意高い。困ってないか。どうしたの？あれ？なんかあったの？悩みでもあったの？これ？これは下打ち案件ですね。下打ちですよ。すごい。動いた軍がだいぶ少ないですね。スイースイー。やったー。あ、チロル、あ。あ、争いは。ノルウェーがイギリス領、ポルトガルがフランス領、オランダがドイツ領、チロルがイタリア領。なんでちょっと強く言ったの？なんでちょっと強く言ったの？キリスがオーストリア領。ルーマニアがロシア。そんな強調チロルがイタリア料理。なんで2回言うの？いい。あれチロルか。チロ。せーの。なんで？いや、あれだからね、俺あの時攻め込まれて言ったんだからね、あれね。で、うちが手この立ち合い喜び版ないの？喜び版。チロルだ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 誰何が前言ってた。でもうちが撤退を指示しなきゃいけない状態ですか、これ。あれ？はい、撤退ありましたか？増設ないね。増設ないね。
はい、調整フェーズになりますので、ポズさん、時間どうしましょう、ここ。1分でいいですか。最大3分で、終わったら戻ってきてください。あ、わかりました。どうすっぺ。ナポリ海軍でいいんじゃないの？いいと思う。賛成、うん、終了。チロル入れてよかったわ。な、うん。とりあえず、やっとくわ。ポリエステどうすっかな、あそこ。どうしてくるだろうね。あ、まあでも作るでしょ、とりあえずとプタペストリア行くんだよ。そうだね、てかそこにしか増やせねえか、うん、オファン5拠点か、オッケーオッケーオッケー、まあまあ大の当初の想定通りだね、オッケー、戻るか。はい、じゃあ増産命令ももう一回お願いします。増産命令もお願いします。増産命令、あ、はいはい、さん、なんか今違うものを考えましたよ、ね、ゾウさん命令っつったらパオンだろうがよ。パオンだろうがよっていう弱気の仕方なんですか。パオンだろうがよ。命令書を繰り返します。あ、出た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 セガレイジ、フェイズ進めます。1902年春になりましたか。なりました、はい、なりました、なりました。あと、あれだね、あのチロルについては一応、まあ一応ここは別に現状そんな怒ってないけど、チクったね。うん。ボファン攻撃したいなったら組んでくれます。どこ攻撃したい。エーゲ来て、エーゲ来て、エーゲギリシャ行くからエーゲ来て。遅いな、言うのか。そいつ終わったな、そいつ終わったな。マジ助けて誰か。